2 1 c m セス1 8は、第二次世界大戦中の1939年に、ナチスドイツが、正式採用し、使用した、合計 211mm の19砲である。一般的に榴弾砲に分類されることが多いが、ドイツ語の名称が示す通り、ドイツ軍では、モーサーに分類されていた。2 1 c m ミセス1 8は、 第一次世界大戦で使用されていた 21cm ミセス16の光景として、クルップ社が設計した。ミセス18とは1918年に生産開始、もしくは部隊配備した旧砲であることを意味するが、これは大光景火砲がベルサイユ条約により新規開発と保有が禁じられていたカテゴリーの兵器であったため、第一次世界大戦中に、 すでに生産開始されていたという疑惑工作として命名されたものである。この法は、ベルサイユ条約破棄と再軍備宣言を行った後に、最初に大量生産された火法の一つである。1941年には、帝政ドイツ時代のカノン法であった15センチメートル、計16の方針部を、東方の法画部に結合させた暫定カノン法が、製造されている。 これは、戦時賠償として、ベルギーに引き渡されていた十五センチメートル k 十六を九百四十年のベルギー侵攻後に接取したものから製造したもので、十五センチメートルカノネイン十六モルソールラフェットとして、主に沿岸砲として使用された。九百四十二年には砲画を共通のものとして、方針のみを新規に開発した十七センチメートル k 十八。 カノン法が正式化されたため、以後は、野戦法としては、K18 への置き換えが進められたが、固定配備の演弾法などとしてはその後も使用され、1943年には、少数ながら生産も再開されている。21センチメートルミセス18の特徴は、中体副崎を方針と、上部方がに二重に設置して、反動を大きく抑えていることである。また、 その重量を考慮して、株放菓には砲全体を、砲がごと360度回転させるための、旋回板を備えていることも、大きな特徴である。上述のように、旧砲の名称は便宜的なもので、実体としては、榴弾砲に分類される火砲であるが、ドイツ軍では再軍備宣言の後もモーサーに、分類されたまま装備、運用された。東方は、 第8 3 0 3重砲兵大隊をはじめ上級、司令部直轄の重砲兵大隊で用いられた。実戦での運用例としては、1942年6月の、セバストポリ要塞行為戦において、要塞砲への攻撃に用いられ、マキシム号力異合合砲台のうち、南砲塔の破壊に貢献したことが挙げられる。合計21センチメートルの砲弾の破壊力は、 絶大であったが、その大重量ゆえに長距離運搬時には方針を外して、砲がと方針部の二つに分割して輸送する必要があり、砲を設置する際にも地盤が安定した場所を選ぶ必要があった。水平射角を確保するためには、非常にしっかりとした台座の構築が必要であるなど、移動と砲撃の準備を行うのに、かなりの手間がかかった。ドイツ軍では、 早期式の方牽引者、それも、このような大型大重量の方を牽引できるものが、不足しがちであったため、輸送には、大きな困難が伴った。また、輸送状態から、射撃状態にするためには方針を方がに結合する、作業が必要なため、大きな吊り下げ能力のあるクレーン車などの支援車両が、必要であったことも、運用の難しいものとなった原因である。 大口径の砲弾と創薬の輸送、装填にも多くの人員が必要であり、総じて野戦で活用するための機動的な運用には不向きであった。また、大口径砲であるので威力は非常に大きかったが、射程は 17km 程度と、他国の大口径火砲と比較して、 反射程であったため、赤軍の ML-20152mm 榴弾砲や、A、A-19122mm カノン砲などに、射程外から撃破されることも多かった。このため、1942年には製造中止となり、野戦用の重榴弾砲としては、昇降経過されながらも、射程を約2倍に延長した 17cm K18 に、交代していった。 ミセス18は、その大重量ゆえに牽引法としての運用に困難が多く、戦車車台を流用した自走放火計画が構想されたが、当初は本法を搭載できるような車台がなく、1942年の末にようやくティーガーアイの発展型としての直接火力支援車両として計画がまとまった。 しかし、設計上の困難や転用する砲の確保数の問題から、この構想は頓挫し、後に車体を、ティーガー2のものを使用した大型自走砲、GW タイガーとして、特に大きな変更点なく21センチメートル、9砲他各種の重砲を搭載して運用できるものとして開発されたが、モックアップと試作車一両が製作されたのみに終わった。これらの他にも、 21cm ミセス18を搭載した、もしくは車載化した、発展系を搭載する十字装法や、重突撃法が構想されていたが、いずれも計画もしくは構想のみに終わっている。これはミセス18に限ったことではなく、8.8cm 降車砲フラック18なども同様である。この構想が最終的に実現したものが、 海軍砲として開発された 38cm ロケット急砲を搭載した 38cm 突撃急砲、ティガー、通称、シュトルムティーガーである。38戦車の派生型の一つである 15cm 自走砲、SDKFZ-138-1 とは異なる。ありがとうございます。